ひどいな。絶対に許さないの。都のプリンを食べた輩は地獄の釜で煮られてしまうがいいの。プンプン。お、落ち着かんかしれもな。暴れるでない。わらわの城が崩れる。崩れるのはプリンなの。お口の中でトロトロ溶けて甘い味が広がるの。それをイリアが食べちゃったの。だから都は怒ってるの。わらわはプリンなど食べぬし、お子ちゃまじゃないので。高貴なわらわは高貴なものしか食わぬ。プリンをバカにするの。プリンは世界の王侯貴族が認める高級食なの。わけわからん切れ方をするでない。ち、近頃おかしな魔物がわらわの城に侵入することが多くての。大方そやつらがプリンを食べてしまったのではないかな。人のせいにしないの。だいたいいつもプリンをこっそり食べちゃうのはイリアなの。それに魔物が侵入したって言うなら、ちゃんと警備をしておかなかったイリアが悪いの。イリアのせいなの。都の楽しみを奪ったの。違うんじゃよ。わらわは悪くないんじゃよ。良いところに来た。都を止めておくれ。来なかったら機関棒でな。人の話を聞いてくれんのじゃよ。おお、なんかちっちゃい子たちが喧嘩してますね。ふむ、不思議な雰囲気の子たちでございますね。一人はなぜか宙に浮いてますし、もう一人もなんだかおかしな気配がいたします。いかがしましょう、主様。どうも、あの二人ともお知り合いのようですけど。喧嘩の理由が何にせよ止めないと本気でお城が崩れるかもしれません。なんでしょうね、これ。特に魔力も感じないのに部屋にあるものがしっちゃかめっちゃかに飛び回ってます。みんな怪我しないように気をつけてくださいね。ポルターガイスト現象です。力のある幽霊にのみ可能な芸当で、この地方ではヤナリなどとも呼びますね。本来は老朽化した建物が一人でにきしんだりする現象を指すのですが、このように本物のお化けが荒ぶった時にも同様の現象が生じます。私が買ってきてあげるから。都は今食べたいの。偉い人にはそれがわからないの。本当に会話が通じないな。あ、そうだ、お兄ちゃん、ちょっとイリアさんを抱きしめてあげて。なんじゃそりゃ。ちょ、やめんか。気安く触れるでない。うん、元の姿に戻れた。力がみなぎってきよるわ。やはりお主に接触することが引き金になっておるのかの。我がことながら理屈がわからぬな。愛の力だと思うよ、あかりも。え？見た目が変化した？いきなり強大な魔力を発するようになりましたね。何ですかこれ？あの人は一体？説明が難しいのですが、イリアさんはちょっと特殊な体質なんです。
イリアさんが元の姿に戻れたなら、ミヤコちゃんを取り押さえられるでしょ。あかりたち、ちょっとみんなでお話をしたいから、そっちは自分で何とかしてね。ん？しかし、わらわが本気でやったらミヤコの霊体が傷ついてしまいかねん。それも申し訳ないの。この子は何も悪いことはしておらんのじゃから。相変わらず優しい。どうしましょう。これから私がしようと思っていた話はイリアさんも関係のあることですから、できれば同席してほしいのですが。申し訳ないですが、ミヤコさんには一時的に眠ってもらうなりしましょうか。幽霊の扱いには手慣れています。簡易な封印などもできなくもありません。それも根本的な解決にはならんじゃろう。でもまあ、ミヤコを眠らせておるうちに、わらわが町までひとっ飛びしてプリンを買ってくればよいかの。よくわかんないんですけど、材料さえあれば私がプリンぐらいなら作れますよ。よかったら厨房を貸してください。え、プリンを作れるの？簡単ですよ。厨房の設備にもよりますけどね。私もプリンが好きでよく自宅で作ったりしますから。本当に甘くてドロドロで、お母さんの味って感じですよね。あなたは分かってるの。そうなの、プリンは愛の味なの。そういえば、ミヤコがよく行くお菓子屋さんであなたを見かけたことがあるの。もしかしてお菓子職人さんなの？それなら期待できるの。わかったの。おいしいプリンを食べられるならミヤコには怒る理由はないの。本当の本当にプリンを作ってくれるの？はい、作れると思いますよ。みんなの分も用意しますね。お話をする際のお茶受けにでもどうぞ。ダメなの、プリンはミヤコが独り占めなの。ああ、プリンについては気難しいミヤコがあっさりおとなしくなったの。何者なんじゃ、そのお嬢ちゃん。はあ、どこかで見た覚えがあるのじゃがの。ど忘れしてしもうた。歳は取りたくないもんじゃの。